去年12月、渋谷区で妹の短大生を殺害して遺体を切断したとして殺人と死体損壊の罪に問われた武藤裕樹被告の初公判が今日午前東京地裁で開かれ、武藤被告は起訴事実を認めました。この事件は去年12月30日、渋谷区の元予備校生武藤裕樹被告が妹の短大生あずみさんの首をタオルで絞めて浴槽に沈めるなどして窒息死させた後、遺体を切断したとして殺人と死体損壊の罪に問われているものです。今日の初公判で裕樹被告は間違いはないと思いますと述べ、起訴事実を認めました。また検察側は犯行の動機について、裕樹被告があずみさんから見下すようなことを言われて鬱積した憤りが爆発し、黙らせるには殺すしかないと考えて殺害を決意したと指摘しました。